皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作欲チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。8月に入りまして、まだまだ暑い日続いてますけれども、熱中症なんかには気をつけて、水分十分とって、体には気をつけてください。で今日はですね、ハードオフで買ってきたものの紹介になります。はい、徒歩2秒の隣の部屋にやってきましたけれども、今回購入したのはこちらです。ビクターの L-E50 フルオートマチックターンテーブルとありますけれども、こちらレコードプレイヤーになります。値段は2000円でした。でこちらパッと見、レコードプレイヤーには見えないかもしれませんけれども、ちょっと電源入れてみましょう。こちらのオープンクローズボタンを押します。はい、ご覧の通りターンテーブルですね。ここにちゃんと針があります。まあ割と珍しいこういうフロントローディングのレコードプレイヤーなんですけど、こちらはビクターの製品で、もちろん日本国内で発売されたものなんですけど、ネット上の情報がなんかこう非常に少なくて、一体どういう機械なのかっていうのはちょっと分からなかったんですけれど、方々を巡ってフランスのあるオーディオ関係のコミュニティサイトでちょっと情報を見つけたんでお話したいと思います。はい、こちらの写真なんですけど、まあ海外仕様なんで若干日本のものとは一部違っているところがあるんですけど、まあ、ほぼ同じものなんですけど、発売されたのが1983年で、まあこれが単体というよりは、はい、こちらこのようにスタイリスティックミディ -E50 という多分コンポのセットとして売られてたんですだと思うんですけど、これあくまでフランスの情報なんで、まあ、このままの名前で売られてたかどうかはちょっと分かりませんけど、こちらが L-E50 で、それ以外に上からグラフィックイコライザー、多分 FM チューナー、それからこれがアンプでカセットデッキで、一番下がこのレコードプレイヤーですね。一番上にこれ乗っかってるのはこれ CD プレイヤーなんですけど、これはこのセットには入ってないはずですね。本体の後ろを見ますと、こちらが電源ケーブルで、こちらに RCA の赤と白の音声出力端子がついてますけど、インターフェースは本当にこの音声出力と、まあ、ここにシンクロってあるんですけど、これは要するにそう、先ほどのコンポのセットで、ケーブルをつなぐことで、機器同士でシンクロさせて編集なんかができるみたいですね。まあ、ヘッドホン端子なんかもないので、やっぱりそういうセットで使われることを前提として作られたものだと思います。でここに入ってる45回転のアダプターなんですけど、これは純正品ではないです。うちにあった適当なものをここに入れてますけど、ここがカートリッジの部分になりますけど、奥に明かりがついてると思いますけど、これレコードのサイズを検出したり、あとは収録されている曲数の検出を行ったりするものみたいですね。でこのプレイヤーの機能としては、まずこちらにあるのがランダムアクセスプログラムとありますけれども、8曲まではこのボタンを押した順番で、曲のプログラムが組めたりするみたいですね。まあ、一応こちら動作品なんで、レコードをかけてちょっと音を聞いてみたいと思います。とりあえずレコードを用意しました。
まあ、若干ジャンルは偏ってますけどね。まずは EP 版のレコードからかけてみたいと思います。再生できるということだったんですけど、まあ、若干音はよろしくない状態ですね。見てわかる通り、このローディング速度が異様に遅いですよね。まあ、これがデフォルトなわけはないとは思うんですけど、まあ、いくつかネット上の動画を見る限りでは、まあ、これほど遅くはないですけど、ローディング速度はそんなに速くはないみたいですね。こうバッと出てバッと閉まる感じではなくて、こうゆっくりずっとできて、でぐーっと戻っていく感じなんですけど、まあ多分おそらくこれは基本的には、まあ、こういうフロントローディングの機械っていうのはギアと、あとはゴンベルトの組み合わせでできていると思うんですけど、そのゴンベルトはやっぱり劣化してしまうので、おそらくは、そのゴンベルトが伸びてちょっとスリップしている状態なんじゃないかなと思うんですね。まあ、それは後でちょっと直してみたいと思います。というわけで、再生テストしてみたんですけど、まあ、残念なことに、一部の機能というか、まあ、あのプレイヤーのならではの機能というか、プログラム機能であるとか、ランダムアクセスであるところがちょっと動作しないんで、まあ、プレイヤーとしての最低の機能しかない状態ですよね。まあ、あのプレイヤーは買うときに、貼ってあった値札には、チェック時、再生できました詳細未チェックですってあったので、まあ、本当に再生テストくらいしかしてなかったんじゃないかなと思うんですね。まあ、残念ではありますけど、一応コレクションの一つとして、残しておきたいと思います。まあ、レコードプレイヤーっていうと基本的にはトップのカバーを開けて、そこにこうレコードを置いてこう聞くっていうのが、まあ、当たり前といえば当たり前なんでしょうけど、80年代に入っ
で、こう CD プレイヤーが出てきて、で徐々にこう普及していくっていうところで、ああいったこうちょっと目先の変わったこうフロントローディング的なものとか、あとはこう垂直に立ってる状態のプレイヤーとかが続々出てきた感じみたいですね。まあ、その中で、シャープの VZV2、 本当に春浅い頃に修理失敗してそのままなんですけど、まあどうしてもいろいろ悔いが残っちゃうので、VZV2 に関してはまたいい玉が見つかったら修理してみたいと思います。では最後まで動画のご視聴ありがとうございました。もしよろしければグッドボタンも、チャンネル登録もお待ちしております。それではまた別の動画でお会いしましょう。